殿村義郎は日本の神徒伝道者、植村正久の弟子。明治5年に滋賀県彦根市に生まれる。明治21年に上京し、銀行で働きながら東京商業学校で学ぶ。その中で、明治22年1889年頃、キリスト教に触れ、明治23年1890年に植村正久から洗礼を受ける。 ドワイト・ムーディとアイラ・サンキーの伝記を読んで影響を受けて検診した。神学校に入り、卒業後日本キリスト教会の進歩伝道者として埼玉県で巡回伝道をした。その後、全国を巡回する。明治26年には北海道滝川市で滝川教会を開拓する。明治十七年に滝川村から海村四年目の旭川村に 徒歩で入村し、朝日川村二条五丁目に、日本キリスト教会朝日川講義賞を開設する。十月には、山口翔之助伝道師を招く。一八九七年には、日本キリスト教会神戸教会を支援した。一番長教会で、上村正久の補助者になる。一九百年、短期間名古屋市の近城教会に赴任する。一九百二年頃、 上村自宅で開いた、神学学習会に出席した。その学習会が後に、東京神学者になる。その後、岐阜、名古屋、東京でも活動する。殿村は主に無産労働者に伝道を行った。当時、朝日川村、日本キリスト教会50年史、P36 から37。ありがとうございます。